いつもありがとうございます。ニニニットです。今日はですね、もうずいぶん朝夕涼しくなってきて、サマーヤーンの季節、レースの季節が、終わりつつあるんですけれども、こういう風な、これですね、こうぶら下げ、流しの、キッチンの流しの下にぶら下げて、生ゴミの袋を入れる。うちは三角コーナーみたいのは使ってなくて、流しの上の隅に容器を置いて、それにこう袋をかぶせて蓋をしてって使ってるんですけれども、それ用のこう小さめな袋ね、最近コンビニなんかでの小さい袋がちょうどいいんですけど、最近ねどこもいわゆるスーパーの袋有料になりましたけれども、まあ何かとそういう袋をこう入れて出してっていう風にして使ってたものがくたびれてきたので編み直しました。でこれはまあかぎ針で飾りをつけたんですけれども、でこういう模様ですね。これレース編みの練習と、あとはこれ袋編みって言っていいのかな、ここ閉じたんじゃなくて、片側編んで後ろからこう片側編んで、今度折り返し編む時にすでに編んだ目を開いながら編んで袋状にしたものです。これとあと紐、棒針での紐の編み方ですね。その3つの練習になるかなと思って考えてみました。レースっていうのは、基本のレースは2種類だけですね。2種類、1つが掛け目、こう引っ掛ける目ね、穴が開く目、掛け目が右に来て右上二目一度、このパターンと、それから左上二目一度の掛け目、この二つですよね。この二つで大体は変則的にこうこれを逆転させることも模様によってはありますけれども、大体は例えばこの2種類で、例えばこうやってこうやって一つずらして、こういう模様ですとか、今度その逆に違った、掛け目が右で右上二目一度、左上二目一度で左が掛け目、今度これをこうやってずらしていくとかね、間違ったとにかくこれは結構分かりやすいんですよね。掛け目が右だとその隣に右上二目一度、掛け目が左だと、先に左上二目一度をやっといて掛け目、この2種類だけですね。で今回の模様は表のたびに1列目はどっちでもいいと思います。こちら例えば左上二目一度の掛け目をずっと目数分編んで、で裏を編んで、裏は表編みだから裏目を編むことになりますけど、で次の列は掛け目の右上二目一度をずっと続けて、そして裏を編んで、今度また左上二目一度の掛け目、こういう感じになってます。このサイズですとですね、だいたい15センチぐらいありますけど、これは30目の両サイドの一目だから32目です。これは32目、32 stitches
で30目が模様になるわけですけど、30目ということは、2目で1つのレースを作りますから、15模様があるということになります。こちらで使った糸なんですけれども、このぐらいの、このぐらいの、そうですね、極細の2本取りぐらいかな、これ中細ぐらいだと思います。ちょっとザラッとした、気持ちのいい、コットンヤーンです。で、今日は、で、この、これをですね、これ3号針で、ゆったりと3号針で編みました。で、今日はこちらの、これは中細よりちょっと太いかなっていう感じですけれども、こちらで、で、あと時間の関係で、10目プラス両サイド1目ずつの12目ですから5模様ですね、5模様でやっていきたいと思います。ですから12目模様の部分は2目かける2目の倍数ですね、模様の部分がね。で、両サイド1目ずつで2目の倍数プラス2ということになりますね。で、今日は、模様部分10目の両サイド1目ずつで12目作り目をします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、ちょっと少ないですけど、拡大しましょうか、って拡大は怖いんですよね。大丈夫かな、かろうじて。はい、で1本抜きます。で、裏は裏目を編みます。これはどうしたかな、滑ったかな。目を取るのに滑った方が取りやすいと、で、裏で滑り、裏でっていうか、編んでひっくり返した時に滑りましょうか。その方が目を取りやすいんですね、袋にする時に。滑ります。滑って目数分編みます。やっぱこれちょっと拡大しすぎ、手が出ちゃいます、画面から。はい、端まで編みました。そうしましたら、右側も編んでひっくり返して滑って締めます。これ目を開うのに開いやすくするためですね。はい、ここから始めたいと思います。じゃあまずはどちらからでもいいですね。掛け目の右上2目一度いきましょうか。掛け目の右上2目一度はこれまでもやってきましたが、左から編まずに取って2目目を編んで、取った目を左からすくって編んだ目にかぶせます。掛け目すくって編んでかぶせる、すくって編んでかぶせる、すくって編んでかぶせる、すくって編んでかぶせます。で、端の目、表目を編みます。こういうふうにできました。で、裏はひっくり返した時は端の目滑って少し締めて、で、
表編みになりますから、裏からは裏目を編みます。この体勢だとどうもね、手がテーブルの上でやる癖をつけとけばよかったんですけど。でまた滑ります。はい、これ見ていただくと掛け目が来て、右上二目一のなんで掛け目がより目立つように目が左向きにこう立ってくれてるわけですね。で次は左上二目一度の左に掛け目、これは二目一緒に左側から針を入れて普通の表編みをして、そして掛け目です。これで1、2、左上二目一度の掛け目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 。これ掛け目を忘れると目数が減っちゃいますね。で端の目、こういうふうに左上二目一度が来て掛け目なので、掛け目がよりこう目立つ形で右に今度目が傾いてる状態です。で裏目を編みます。慣れないうちは掛け目を忘れてないかどうか確認するために、裏目を編むときに数を数えた方がいいかもしれないですね。はい、もう一回2つの、パターンやります。端の目滑ります。で今度右に掛け目の右上二目一度ですね。掛け目が先に来て目を取って二つ目を編んで取った目をかぶせる、掛け目右上二目一度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 、で裏を編みます。裏目編みました。ひっくり返したら端の目作って滑って締めます。今度は掛け目の右上二目一度だったので、次は左上二目一度が先に来て左上この辺なんですよね、私が編むの。でもそうするとねお腹が映っちゃうんでね、左上二目一度の掛け目、二目一緒に編みますね。左上二目一度の掛け目、左上二目一度の掛け目、左上二目一度の掛け目、左上二目一度の掛け目で終わります。で端の目、はい、いいこと思いつきました。エプロンをしてやることにしました。はい、このぐらい編みました。でここから両端の目表のたびに開って袋状にこういうふうに編んでいきます。で見極めなんですけれども、こういうふうに見ますね。でここ掛け目が来て左上二目一度になってます。ということは次は、あ違う、
掛け目が来て右上二目一度ですね。右に掛け目の右上二目一度。こうなってる場合は次の表 ここの段は左上二目一度を先に編んで掛け目になりますね。でまず目を開います。これが、この段で裏で編んで滑った目です。でその下、これをすくいます。ここですね。これをすくってできたらこういうふうに持ってきます。で端二目一緒に編みます。はい。でここにね、本当は印をつけた方がいいと思うんです。本当はっていうか、できれば慣れないうちはこの目にですね、今編んだ目に印をつけるといいと思います。あら、私はちょっと手元に今ヘアピンしかないので、機械編みで使うヘアピンしかないので、ここにこうやって印つけておきます。ここが折り返したよっていうことですね。はい。で模様編みを模様レースを編んでいきます。右に掛け目が来て右上二目一度になっているので、まず左上二目一度、で掛け目、左上二目一度、あらら、掛け目、もうちょっと前に寄ったら大丈夫かな、左上二目一度、掛け目。こんな感じで、この列はで左上二目一度の場合、掛け目で終わりますね。でここ目を開うので気をつけます。こういうふうに取っておいて、これが表で編んで裏で滑った目ですね。それでこの目を取ります。この目を取って、こうやって右で休めといた端の目を入れて、これで一緒に編みます。二目一緒に編みます。でここもヘアピンを、この今編んだ目ですね、今編んだ目にこう、今編んだところにこうやって入れておきます。でひっくり返して裏を編む。次です。ここでまた表なので開きます。これが先ほど取って編んだ目ですね。でちょっと分かりづらいんですけど、こうなってて、こういうふうに見るとよく分かるんですが、これが編まれた目ですよね。ここか。これをこういうふうに、こうでもいいんですけど、ちょっとこのヘアピンを出しておいて、こう取ります。で端の目と一緒に二目一緒に編みますね。で次は二目一度が来て掛け目になってます。これ左を向いてるので左上二目一度、あ、左の方が上になって右に傾いているので、これ左上二目一度です。ということはまず右に掛け目が来て右上二目一度で、これ、左端は一旦端の目を移しておいて、これが、前の段で編んだところですね。で、これをすくいます。表に来ました。これですね。これを手前から針を入れて左の針に移します。こうです。それで二目一緒に編みます。でこれは掛け目の右上二目一度なので、
左上二目一度の掛け目の列ですね。掛け目。ただこのまま針に、右の針に端の目を移して、でこう見て、これですね、これをすくい取り取って、この掛け目を落とさないように してくださいね。この二目一度を端で編むので、この掛け目を落とさないようにして、端の目、すくった目と一緒に編みます。こうだんだん袋状になってきました。でよく考えたら右側は編むので、右端は編むので、ひっくり返した時に編むことにしました。変更します。あ、ココちゃんおかえり。あ、ココちゃんが映らない。はい、ココちゃんです。あ、お、ココちゃん上向いて、ココちゃんですよ。あ、目が落ちた、ゴロゴロ。目の前に座ってます。あれ、今あ編みましたね、端を。で裏ずっと編んでいきます。でこれ、裏編む時にこうやって掛け目が落ちちゃったりすると、先ほどみたいに目数が合わないので、掛け目二目一度、掛け目二目一度、掛け目っていう感じで、その目が、何かを意識しながら編むといいですね。はい、ココちゃん今ゴロゴロ言いながら前に座ってます。ここ見てください、ココちゃんね、こういう風にお座りすると、ここの普段こうなんですけど、ここがねハートになるんですよね。こうお座りするとかわいいでしょう。ハートのあるココちゃんです。あらら、あら、ハートじゃなくなっちゃった。かわいいです。はい、最後の表目になりました。こちら、ここですね。これが最後になります。ココちゃんを背景に写したいと思います。こういう感じですね。こうちょっと近すぎますね、これじゃあね。よいしょ。はい、二目一緒に編んで、これは掛け目の右上二目一度なので、まず左上二目一度がきます。で掛け目で、ちょうど合いました。この端、最後の目をすくってで編みます。これ何かでやった気がする、ってほんの先日ですよね。お人形さん球体を編むっていうのでやりましたね。ちょっと大丈夫かな、私健忘症になりつつあります。あの球体を編んだ時と一緒で、裏目での伏せ止めになります。編んでかぶせるっていう、この伏せ止めですね。裏目を編みながらやります。ほら、ココちゃん、ここには汗マークがあります。で、ここのね、ほら、指切り減満できるように、こう、まあ、日本猫はそうですけどね、こういうふうにおしっぽが、ほら、ゴロゴロゴロ、聞こえますか？おしっぽが曲がってます。ココちゃん、ゴロゴロ。猫ちゃんってこういうと、ここ触るとね、好きみたいですよ。ガラガラ、聞こえるでしょうか、この大ゴロゴロ。嬉しいな、ココちゃん、お外でいっぱい遊んだね。はい、伏せ止めですね。裏目での伏せ止め。おっと、目が滑ってる。これ掛け目も編んで伏せてますんで、
編んじゃうとね、あの編み始めと段数が飛び出してきちゃうんで、はい、終わりました。はい、終わりました。で、糸を切って、このループに通して、こういう風にちっちゃいですけど、あー、でもなんか編み物道具を入れてるちっちゃい容器を入れようかな。ここちゃんが遊ぶ。はい、ではこうですね。ではこれ、ちょっと練習があってらサイズを見たりするんでね、小さめなのを作って、こう巾着みたいにしてもいいんで、あの紐を編んでみましょうか。紐、私は実は最近棒針で編むってことないですけど、編んでみたいと思います。あら、なんだこの糸、ちょっと乱れてるところがある。はい、編みます。紐はですね、1本で作り目した方がいいですね。太さによりますけど、1、2、3、4、5目ぐらいでいいかな、6、こういうふうに編みますね。で、表に編むっていうか、目をまず作りますね。で、返して、普通に表目を編みます。3、4、5、6ですね。で、普通はこれをひっくり返して裏を編みますよね。それ編まずにこっちに回します。で、糸をこういうふうに引っ張っておいて、あの針をスライドさせて、常に表を編むっていう感じです。だから裏を糸が渡るんですけど、だからちょっとあのきつ 最初の編み始めきつめにして、こうやって編んでいきます。こうですね。で、普通はひっくり返して裏を編むけれども、こうやって糸が渡ってるのが分かりますが、これをスッと右に持ってきます。そしてまた編みます。ここキュッと縛りますね。これを延々とやるわけです、棒針で紐を作る場合ね。でも、この片側編まずに滑ることによって丸い紐になるわけですね。で、この紐なんですけど、はい、端まで編めました。またちょっと太かったかな、ちょっと太かったな。またこうします。ちょっとこの袋には太かった、4目ぐらいでよかった。こうこうです。まあ、もうひたすら右にスライドさせて、表目をひたすら編むっていう感じなんですけど、この紐の編み方ですね、お世話になった方に、ちゃんちゃんこを編んだんですけど、その時ちゃんちゃんこって前紐がいりますよね。それをその紐を編むのにですね、初めて母からこの紐の編み方を教わりまして、で、2本いるじゃないですか。で、片方私が編んじゃあげようって言って母が手伝ってくれたんですけれども、その時にですね、母が一言ポツンとね、編み機だったらあっという間なんだけどねって、ガー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 とやるだけなんだけどねって言って一言ポツンと言ったんですよ。それがですね、棒針から始まって編み機にも夢中になるきっかけになったわけです。だから、この紐が私に編み機の楽しさ、編み機と出会うきっかけになったのが、あのこの紐の編み方なんです。そうでなかったら
ひたすら棒針をやってたと思うんですけど、34、これ4目か 5目の方がいいですな、いいですなってこのいいですね、これにはこういうふうに編んでいくとこう丸く紐になります。これがね、編み機だともう100段200段あっという間なんですね。もうガガガガガガガッと動かすだけで、でこう編んだらスッと右に滑らせて、この繰り返しでこう紐になっててくれます。これはちょっと棒針でやったのを編み機に通してですね、一瞬で編んだ紐なんですが、これについてはね、ここをこういうふうにぶら下げてこう袋を出し入れするんで、ここからしか通してませんけれども、こういうふうにレースのところにこう互い違いにこうね、出して入れて出して入れてて互い違いに入れてあげたら、でこっちからとこっちからと両サイド2本入れたら、シュッと絞ったらこう両サイドからこう入れてて、こういうので留めてしてあるだけですよね。これ左上2目一度の掛け目だけを表の旅にやったら、こう目がこう斜めに立ってくれますね。あ、こうか。で右上2目一度だけをやるとこういうふうに立ってくれます。そういうのも試してみられると面白いと思います。これはこうなったりこうなったりこうなったりするんで、こういうふうな面白い、また面白いね、レースの模様になりますけど、まあネット編みですよね。